初にスプーンに対して聞かなきゃダメだね。結構クレイになったな。The Lord want a piece of equipment? 装備いりますか？今回はいらないよ。Now, no, a chef came to town and his spoon is lost. Can you make one? シェープが俺たちのタウンに来たけど、スプーンを失ったらしいですね。もう一つ作れると聞いてます。Spoon, this is quite simple, but I can't get away. Let me teach you method and you make one yourself for the shape. まあ、シェープのためにお前が作れと言ってますね。方法、学びました。これ何？アイロンオー。アイロンオー。鉄の、あれを作る、鉄か。また掘り出しに行くしかないですね。どこにあるのかな？多分これでしょう。ああ、これコースか。鉄の鉱石ってどこにあるんだろう。鉄、鉄。やっぱそろそろ装備も上げないと。ジョージー。うん。Want to test my dish? Sadly, I can't find my spoon. まあ、スプーンを探してあげないとダメですね、こいつに。スプーンを探そう。てか、スプーン作るんですけど。コーチは持ってるけど、これどうやって作ればいいの？どこにあるのかな？そう。鉄の鉱石がいるんだよね。どこにあるのかな？いやー、まだ豚の相手にはならないですね。装備はないから。この石ではなさそうな気も、あ、これが鉄なのか？鉄？これ鉄ですね。ちょっと粘土も混ざってるんですけど、これなんだろう。色から見て。お、コッポですな。これも結構いるんで。ここで取っていきましょう。もう少し、もう一回ぐらいでいいかな。この辺りたくさんありますね。モンスターもたくさんいるんだけど。よし、上まで。周りを見ながら。モンスターがすぐ近くにいるんで。場合によってはすぐ逃げないと。見えないね。これ何？おう、コットン？木綿がいますね。よし。微妙だな。あ、これ取りたいんだけど。取れるかな？中間ボスみたいなやつが目の前にいますね。少し、OK。じゃあ、戻ろう。早くスプーンを作ってあげないと。あれ、どっちだっけ？こっちか。怖い怖い。やー。そして、スプーンを作らないと。丸太が足りないね。
どんだけでっかいスプーンなんだ。で、俺のアイテムの中に丸太はここじゃないか。まあ、なければまた、木こりすればいいんで。これない。ここには丸太がない。ここはないね。いやー、木こりするしかないですね。まあ、たくさん使うんだから木こりすればいいし。なぜか、朝起きてるとまた成長してるんで。よし、やるやる。やっぱ一回では全部取れないですね。よし、これで OK かな。まあ、残りあと、また、箱に入れとけばいいんで。まあ、こういうところはマインクラフトとあんまり変わってないんですな。よし、これで、作ろう。スプーン、スプーン。これを長寿に渡しましょう。あれ？ジョージ。あ、そっちか。ジョージ持ってきたよ。Want to test my dish set recipes. スプーン持ってきました。はい、どうぞ。This spoon is really handy. あ、使いやすいスプーンだな。I go to talk to Susan about cooking in details. スーザンとあと料理に対して話すみたいです。あれ、ボティは何？あ、そのように wooden shield。あー、こいつは、まだ作れないですね。これなんていうか、これまだ加工するスキルを持ってないんで、どうやって手に入れるんだろう。じゃあ今日は、なんか作ろうかな？税金でもらって。よし。まあ、こうやってこのゲーム税金を集めて自分の装備を整えることができるんですよ。よしと。あなた結構お金稼いでんだろ、よこせや。これ何？なんでこれ？あ、まだこいつに話かけ、あ、かけるのか。よし。で、これで、武器を買いますか。ちょっと微妙かな。60ディフェンスですね。私が持ってるのは、どのぐらいだ？ディフェンスは？ああ、悪くないんですね。じゃあ、これ買いますか。あー、でも、まだ、めちゃくちゃ高い。これだけではまだ足りないんだ。さあ、いらないものを入れて、ちょっと仮しようかな。仮をしようにもまだ装備はそんなに良くないし。まだいらないかな。コーツ。これ、後で一応適当に入れてるんですけど、後でちゃんと分けた方が良さそうですね。というか、まだ、ベータであるせっか、ちゃんと相手に片付ける機能もないし。そうですよね。こいつとやるためには、これ、他の板を作る方法を学べなきゃダメなんですけど、まだそれがわからないですよね。木あればいいんじゃないの？丸太あれば作るんじゃないの？赤い丸太。ここでは作れない。隣では？蝶なんかしてるんじゃないの？ああ、ここで作れるんか。なるほど。パインの丸太の、あの板を作りましょう。やっと、クエストが進みますね。で、いらないものは入れとこう。まあ、後で使えるかもしれませんが。今はいらないかな？よし、これだけ OK。こいこう。はい、ゾン頼むね。
ちょっと待って、何枚ぐらいいるんだっけ。10枚か。じゃあ、隣ジョンから。板を。10枚だから、5個だけ割ればいいかな。1、2、3、4、5。よし、ちょうど合ってますね。今はいらないよ。よし、アルバティ頼む。で、1。これでクエストが足りらず。これどうやってあいつに持っていけばいいんですか。城に持っていけなきゃ多分ダメなはずなんですけど。ああ、せっかくだし鉱石を取りますか。一応城にちょっと行ってみます。多分盾がいると言ったから出しに行けばいいかな。Nothing will make our preparedness. 何を用意すればいいんだっけ。これだけじゃダメなんだっけ。おい、おい。と、クエスト。これ、技術公開。そんなにいるかい。で、まあ、戦争の物資がいるという話なんで。なるほど。10個だと覚えていたんですけど、20個だったんですよね。さ、鉱石も取らなきゃダメだし。じゃあ、もっと作りますか。よし、これ10個作って、隣でまた、これで盾を10個作って、倉庫に入れときます。よし、これで OK。鉄板も確か10枚いるんで、それも用意したい。それどうやって作るんだろう。またイベント進めば多分出てくると思いますが。これは今はいらないかな。コーパーオール。そして、鉄鉱石。よし、行こう。やっぱまた鉄鉱石取らなきゃダメなのか。めっちゃ今あのモンスターたちを倒したいんですけど、こっちの装備では歯が立たないんですよ。よし、これも、ん？あれ？あれ？これ取れないの？ああ、そうだ、俺装備これだった。あと5個さえあれば、さっきの掲示板の、あれ、鉱石登録できるんで。何個持ってるんだ、今。あと一つでした。鉄はどこじゃ。鉄、鉄。ふぅ。ゴブリン怖い。で、この辺りにあるはずじゃ。鉄鉱石がないぞ。そっち入れるのかな。あ、あったあった、あれだ。ああ、ちょっと微妙な場所にありますね。やっぱちょっと戦闘は先を思う。運悪かったら何発で倒れてしまいますね。ああ、乗れ。あ、乗った。オッケー。これ何？ああ、これコーツか。コーツはいらない。これは足りるはずよ。なんかたくさん落ちてますね。せっかく的に、せっかくだし、全部拾っていきますか。これ何？ああ、ただの背景か。まだこのゲーム開発途中なんで、まあ、正式発売されたら、まあ、いろいろ追加されると思うんですけど。ね、日本語のバージョンとか。これは違うか。ちょっと微妙に背景に見えるけど背景じゃなかったりするところもあるし。
よし、これでいいかな。ああ、もう、見えない壁が存在しますよ。よし、どうにくわ。あ、そろそろ体力足りるかな、これ。コツコツ。あと一つ。もっと掘ろう。よしよし。いいのかな、これで。まだなんていうか、初期のそんなにクエスト進んでないんで、そのせいでやることがあんまりないのか。あんまりクエストが少なくて、一日でこうやって時間潰せるレベルでやってるぐらいしかないんですよね、まだ。もう少しクエスト欲しいかな、このゲーム。今、もうすぐ飛んだな。ちょっと、ドラゴンとか戦ってみたいんですけど、多分宣伝にドラゴンとかあったはず。なかったっけ？こいつだ。よし。出とっていい。まっか、こういうグラフとか、スタジオ割り思い出しますね。友達って結構バカやってたんだなぁと覚えてますね。まあ、このゲームはマルチは多分、というかまだ、というか、追加する予定ないのかできないんで。これマルチもできたらもっと面白そうですね。ほい、ほい。そろそろ体力切れるかな。左上の主人公の顔がめちゃくちゃになってる。こういう主人公の顔が見えたりという、そういう面白いところ、他のゲームではないところですね。帰ろう。よし、このぐらい拾えばいいか。よし、一応納品して、今日はおしまいにして、また明日の仕事で。まあ、しかないですね。もう主人公の体力が。よし、これは納品。これは何だろう。ベノン。ポイズンスキャニーズプリンネス。ああ、ゴブリンを相手しなきゃダメですね。でもまだ装備は足りないな。一応今日は寝ますか。もう体力も限界だし。使わないものもしまっておきましょう。多分こうやって集めた資源が後々役に立つはず。コットン。よし、これで OK。はーい、あの世に行きます。よー、朝になった。よし、報酬は届いてますね。新しいクエストが来るかな。今回は何来た？あ、ロープなら立ち上がるよ、ちょっと待って。枝、木の枝と、これと、ロープがたくさんあった。まあ、なかったらまだ作ればいいし。まあ、材料はあるんで、一応。ここで、プレックスがもう一つあったぜ。そろそろ畑も作りますか。うん。材料が足りなくなり始めましたね。設計図は全部集まったやつあるかな。パズルどこだこれ。あー、まだ足りないね。まだまだ足りない。畑の材料は、うわー、材料足りないね。
これ茶色めちゃくちゃ入りますね。じゃこれちょっと頭回しで、ロープの材料を集めていきます。この辺りにたくさんあるんで、よし、あれ、このスライムたちをめっちゃ狩らなきゃダメなんですよね。ふぅ。よしと、ここにあり。これ取りながら移動すること、ああ、できないか。前はできたのに。痛いよ。よし。こうやって取りながら、このプレスライムのジェリーも納品の品目になってるんで、どうしようかな。まあ普通に借りながらやってると全部足りると思うんですけど、よし、前に前に。前と比べて随分変わりやすくなりましたね。一応装備は変えてないんですけど、レベルは結構上がってるんで。キノコも集めないと。どこで音がするんだ？マジか。よし。いいね。ほい。こっちだこっち。よしよし。うん。このぐらいで納品できるかな。よし。ロープは何個いるんだ？ 2、5、6、7、8、9。これで多分できるんですよ。ロープあったらできますね。で、ここは、マシュマロ。そろそろゴブリンを相手にしないとならないんですけど、装備がなぁ。これを置いたとして、設計図の一部とか手に入りますね。まだ鉄板とかのあれは、レシピはもう自動的には手に入らないと思うんですけど、これ作りたいんですけど、まだまだ材料が。そうしようかな。今回は宿とか作った方がいいんですかね。やることが特にないとしたらこういうことも。でも納品もしたいんだよね。まあ、一応、ゴブリン狩りに行きますか。一匹ならギリギリで対応できるかも。一匹だけ押してるね。こいつをやってみます。うわー、強い！一匹だけでも体力半端ないですね。やっぱ装備が足りない。ほいっち、豚まで
まあ、豚は一匹ならそれほど怖くないんですけど。あれ、もう、一気に襲ってくるからそれが厄介ですね。一匹ならなんとかできます。よし。ゴブリン。よし。このぐらい離れてる OK かな。クリティカル入って118かよ。そりゃあ、いや。もう少しダメージ欲しいな。おお、やっぱこいつらも、なんというか、数が増えると襲ってきますね。おいっち。ふぅ。あ、ちょっと肉が足りないかな。逃げよう。おいっち。ちょっと離れよ。離れて、もう一回。ふぅ。うわぁ、もう少し装備欲しいな、やっぱり。かなりきつい。これで一匹。ふぅ。あ、クリティカル入ったよかったな。お金欲しいな。ゴブリンの中で一番弱いやつ倒してるのにこんなに時間かかります。あとベノムが5個いるから、あと2匹狩らないと。ほいほい、ちょいちょいちょい、こっちに来いよ。俺が相手してくれるかよ。この借りでこの一日終わりそうですね。こっちだよー。あ、体力がそろそろ足りない。スタミナが、スタミナが切れちゃう。せっかくならもっと数を集めた方が。もう少しで緑回復するな。もう少し時間かけないと。はい、こっちだよ、こっちこっち。会いたい。調子に乗りすぎた。ふぅ。もう少し回復しないと。ふぅ。おぉ。こっちだ、こっち。スタミナの回復遅いですね。肉は食べておいたんですけど。それでもまだまだ足りない。よし、これ狩ろう。よし、こっち来い。ふぅ。よし、集まってきたら。ほい。ほい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 。ふっち。空回りだな。ほい。もう少しだ。ふぅ、いいね。うん。ふぅ。よし、置いてあげた。こいつまで買ったら一回戻りますね。
よし。レベルアップしないかな。あれ、おばさん来ちゃったのか。あと聞いてみようか。うん、宿も作らなきゃダメですけどね。そっか。やっぱ宿を作った方がいいかな。あとキノコが20個、15個言いますね。よし。今日キノコだけで OK か。はい、乗ろう。よし。キノコ採取にめちゃくちゃ体力使いますね。まあでかいキノコだから仕方ないか。この辺りはゴブリンだらけだ。やばい。ゴブリンの写真。失礼で向かって、少し火力を温存しないと。それでもそろそろ切れますね。この辺りはないですね。さすが、何これ。ボア。火の粉はどっちだ。火の粉だ、火の粉。うぃー。体力が。キノコもっと取らないとダメなのに。あ、これ足りるか。どっちだっけな。オールドタウン、あっちか。オールドタウンじゃなくてオールドトーン。ボリュームも足りないかな。ゲームの音がちょっと小さい気が。納品に来たよ。よし、これ納品したな。よし、これでもう寝ればいいかな。よし、睡眠。いろいろ来ますね。これで、かけらは、どのぐらい。微妙に足りないですね。これはいいとして、肉か。あれ、豚を狩らないと。じゃあ、今日は、これそんなに忙しくはないんで。いや、こっちからやるかじゃ。粘土の年賀と、木のフェンスを。あ、石と、レンガ作りはこれが、足りないんですね。石と、でこれ。これは、ロープ作る材料はまあ、そんなにいらないかな、まだ。このぐらいかな。キノコはいらないし、種もいらない。ロープも芋は使わない。あ、いや、ちょっと待って、ロープは使うか、そういえば。で、これで、ペンスが5個いる。あ、そういえば、ペンス前にたくさん、ああ、そういえば一気に消費してたな。これを5個。ね、板をたくさん作ろう。こっちの板じゃないんだね。あ、これ足りないか、やっぱり。
そしてロープを作って、1、3、4、5、でそれで足りるのはやっぱ5個で足りるって言ったから、これ5個作らなきゃダメだから、ロープは何個いるんだろう、あと5個だか、25に19個いりますね。11、12、13、14、15、16、17、18、19、そして次は板、よし、丸太がたくさんいりますね。また木こりしないと。ほい、まあこいつらが邪魔なんでね。これ立てたの？まあこいつらと納品対象品だから損はないですけどね。見えない、木が見えない。まあ食べれるし一応。よし、ふう、あと一つ、よし、これを板に加工して、まあ作っておけばあとたくさん使うんで、これでペンスを作りましょう。あー、まだ足りないわ。ものすごく材料が入るね。まあ、これを斧一つで加工する主人公もすごいですよね。よし、完全に木こりになった気分だ。そしてそれでレベルアップだよ。なぜか木から落ちてくる宝物箱の鍵が、よしよし、このペンス盗めないかな。それで納品しちゃえばいいの。キロキロ、木4つぐらいは足りると思ったんですけど、全然足りなかったんですね。よし、これで板作ればある程度できるだろう。さすが、これは足りるはずさ。それではペンスここだった。1、3、4、5、 OK で、これを納品すればものすごいな。あ、そういえばレンガ作るの忘れてた。レンガが確かに5個、石が足りない。あれ、あー、これ鉄鉱石だった、石じゃなくて。うん、久しぶりに石も掘らないとダメですね。まあ多分そのあたりに転んでるから適当に掘ればいいかな。あー、体力やばい。こういうこと起こるんですよね。ちょっと寝るか。そしてあっという間に襲ってくるよ、朝が。
怖いですよね。よし、オッケー。よしよし、これで数的には足りらず。レンガレンガ、これをノーヒント。よし、ひどすぎるよ。次の仕事は肉ですね。肉と無理かよ、もうどんだけ走りませんの。税金も取りながら、はいはい、俺のおかげで商売やってるんだろ、税金よこせや。はあ、これでは足りないな。もう少し町が大きくならないと。よしよし、宿とか作ればいいんですけどね。まあそれ材料がものすごくかかるんですよ。豚ゾウと集めて一気に狩ろう。よい、ここで遊びに来いや。俺はここだぜ。よし、こういう感じで。よし、こうやって。ふぅ。よし、逃げ回ろう。ふぅ。豚狩り、豚狩り。あ、体力、スタミナがない。ちょっと逃げよう。え、こいつぐらいかかりそう。よし、こいつまでか。麦も取らないとダメなんですけどね。スタミナがない。体力ないから麦ぐらい取るか。うわお、めっちゃ押してくる。むしむし、逃げろー。いやー、やっぱスタミナさえ言えれば捕まるのそう問題じゃないのに。逃げ回るしかないですね。それで無駄にはしないんですけど。忙しい忙しい。よいしょ、OK。痛いよー。まだスタミナが足りないね。やっぱもう少し豚の数集めた方がいいかな、こうやって。俺こっちだよー。よし。やっぱそうしたが効率的ですもんね、やっぱり。俺こっちだ。来い来い来い。来い来い。豚どもこっちに来いや。うー、痛い痛い。あともう一匹くらい集めないかな。あと一匹。来い来い来い。反応しないんですよね。ふいっ。ふぅ。やっぱ体力か。スタミナが足りないです。ああ、少し休むしかないか。残念なところに。そう簡単にはいかないですね、それが。
こいつらの肉はいるんですけどね。時間かかるわけだ。もう少し待とう。よし、豚肉食べながら。生の肉って大丈夫かな。よし、こっちだ。おい、こっち来い。おい、豚だ。こっち来い。俺はこっちだぜ。こっちだよ。ほい。ほい、オッケー。ふう、オッケーオッケーオッケー、いい感じだ。ふう、ほいほい。いいね。よし、ここだけ肉も足りてるはず。ちょっと麦は足りてるかな。麦も足りてますね。よし、 OK。 早く帰ろう。これでの、あー、スライムとロープが、ロープはどっちに入れたっけ？こっちか。え？あー、物が少ないな、やっぱり。またロープの材料を集めないと。あ、この辺りたくさんありますね。スライムもいるし。ふぅ。よし、お前ら買って私の資源になれ。よし、オッケー。まあ無限に湧いてくるんで、その辺が問題ないかな。よし、のんびりとやっていこう。よし、よし。よし、タイマーしまった。おいおい、痛いよ。ふぅ。よし、スライムを食べながら。ロープの材料も集めないと。よし、よし。これでだいぶ足りますね。いや、これは忙しいな。ロープ5個にスライムを何匹狩ればいいんだって。せめて20匹狩らないとダメだね。いらないものは詰めておくか。もう入る空間がないんだね、あまり。この際作っちゃえ。その材料、いや、ここがあんまり理解できない。これ作れば多分自然的に減るから、そこに入れればいいのに、なんでそういう発想につなげないんだろうか。ものすごい数作りますね。これからもたくさん使うんで、このくらいいってもいいんじゃないかな。主人公の体力がやばい。
ここに、まあ、大量のスライムぐらいかな。スライムカルトですね、ものすごく体力減で、それが問題ですよね。ふいっ、あそこ行くかな。やっぱこの辺り多いね。よしよし、ガンガン買っちゃいましょう。これでいいかな。まあ、スタミナないのはしてるよ。よし、OK。ふう、食べれた。このスタミナ制限というのは結構きついんですよね。もう少し回復すれば OK。 あと少し。ああ、やっぱすぐ切れるね、スライムの肉は。よし、これでいこう。めっちゃ手に入れやすいんですけどね。よし、まだ数が足りない。こうやってスライム動かないですね。大体襲ってくるのに。その辺がまだ解決する問題かな。このぐらいなら足りますね。一回帰りましょう。よし。帰ろう帰ろう。これぐらいは納品に間に合わずだ。ああ、やっと足りた。もう寝よう。ぐーっと。そしてまたきつい朝の再来。ちょっと待ってよ。カバンがいっぱいですね。麦は今いらないかな。よし、こっちもいらない。これ種はもうたくさんだ。よし、もらって、ね、まあ、板も取って。今回は花と石がたくさん。ふぅ。こっちは入ってないし。石もまた取らなきゃダメか。きついですね。あ、そういえば石あっちだっけ。いい石を。お前らは張るんだよ。あ、そういえば斧じゃない。
よしと、エンドレンド。これでいいかな。またこいつら狩らなきゃいけないんだね。まあその分肉は入ってくるんですからいいんですけど、めっちゃ体力の消耗が激しくなりましたね。以前それほどではなかったんですけど、これたくさん取れるね。よしと、まあ、このぐらいあれば大丈夫だろう。そして花を、またバックがプールになったかい。もう少し入れるかなと思ったら、そろそろ箱も買っておかないと。ロープは今いらない。これを送って、花と石を集めればいいかな。これだっけ。ほんとね、スライムのくせに生意気だ。よし、もっと掘ろう。もっと取っちゃう、取っちゃう。もう足りないし、ふう、やっちゃいやっちゃい。よし、よしと、いいね。これで納品しよう。あー、まだ花が足りない。全然足りない。この辺り多分咲いてあったっけ。3個ぐらいあるわ。 OK、 カルカルン。よし、これで送り返し。ああ、糸を送ったし、また何を作ればいいんだっけ。鉄鉱石で鉄板を作らないと。ちっ、めっちゃ材料入るじゃん。布も吐き気が出る。半端ないですね、量が。皮とか、あー、どこが手に入ったの。イノシシかな。やばいやばい、税金がいります。よこせ、お金よこせ、お金お金。
買ってもいいんですけど、このぐらい金だと。でもさすがに、建てる建物もたくさんあるんで。宿は何がいいんだっけ？うわ、板半端ない数だな。板。ああ、もう嫌だ。ああ、それだけダメ。ものすごい数の板。早く宿を作らないと。さすがスライムの肉だけではエネルギーが足りないですね。もう少しマシな食事をしないと。キコリ。あと少しだ。まあこいつらの肉は簡単に手に入るんで、それだけは嬉しいんですけど。もうバッグに何も入らない。もうバッグを増やすしかないですね。そうなるとプレックスはいらないから入れとこう。枝もいらないかな。ああ、やばい数。全部入らないんだね。じゃあ、箱を買おう。もうそろそろ限界だ。よし。この値段もそうだし、半端ないですね。どこに置こうかな、この辺り。ボーンと。よし、粘土とか。ペンスもいらない。あと使えばいいんだけど。ペノンもいらない。いろんな装飾品がついてきますね。でもこういうのはたんまりいらないんだよね。さっさとつけちゃいましょう。OK。あと少し取り、OK。あと少しかな。少しというか、板だけ80枚ってやばいんですけど。あと少しだ。いや、お金いいかな。肉をよこせ、肉を。
ふう。悪くない。多分ここモンスター減るんだよね。キッコリばっかやっても生産に追いついてしまったから。いや、どっちどっち。OK だ。よし。あ、もう完全に労働のゲームになりましたね。ふう。あと少しだ。よし、体力。ふう、もうダメ。体力がない。戻らないと。はよはよ。主人公の顔も暗くなった。いやー、なんで建物一つ建てるにこんなに資源いるのか。よし、これから板を作ろうか。まずさっきたくさん作ったのを全部納品してしまったから、もう一枚も残ってないんだね。これじゃ持てないですか。あー、もう体力ゼロや。寝るしかない。建物建てようとしたのによ。いや、星もらえるのはいいんですけど。パズル、あ、足りるね。ベンチ作れますね。これで1枚を足すと。OK。ああ、まだ板が足りない。そんなに作ってるのに足りないかよ。よし、食べとこう。板ね。パズル他には？あ、これも完成できる。やっと噴水が作れますね。これは下で。上のやつはこいつか。これは左かな。上だな。あ、下か。いやいやいや、上だと思うけど、ちょっと字がおかしいね。これは置いとこう。よし、これでここに立って。よし、これで OK かな。最後の1枚どうやって組み立てればいいんだ。あ、こういう感じか。ふぅ、いや、もうね、もう材料集めなくても。でも宿作るのにもう、なんでこんなに資源いるんだよ。ああ、石って、また石掘らなきゃダメ。石を
粘土はたくさんあるから粘土だけ取っていくわ。じゃあこれはいらない。あ、装飾に半端ないな、この感じ。あ、ちょっとバグった。いや、そっち動きたくないんだよ。おいおい。あ、もう寝るしかないな、これ。ちょっと動いてよ。いや、そっちじゃなくて。おい！はまりましたね。ああ、じゃあ再起動していきます。さあ、もう。ああ、もう。なんだ今のは。ああ、もうびっくりした。瞬間、気が利かなかったです。これはいらないから入れとくわ。板は足りたのに、次は年賀が足りないんだね。ああ、もう無駄に2日は過ごしてしまった。何がいるんだっけ？納品は。あれ？ああ、前回でも済んでしまったのか。じゃあメインイベントを進めるしかないですね。じゃあ宿を作らないと。よし、石を割ろう。もう、サブイではしばらくないと思うんで。よし。主人公、体力増えないかな。これでレンガの材料は、あ、足りますね。いや、まだ足りないはず。あー、30枚も。ひどすぎる。まあ、やっとでっかいからわかるんだけど。ここはクリックできないんですね、なぜか。あ、クリックできないんじゃない？装備を間違えてる。ものすごいスピードで石が飛んでいたな。ゲームの半分以上が最終と建築になっていきますね。石だらけやー。これでも足りるかどうか。スライムの肉を食べながら石を掘っている男。これだけでは足りないんだね。30個も、あと18個も残ったんか。レンガ。あ、レンガ、レンガ。あ、マイク割れてる？ああ、すまない。これアップデート後に勝手にセッティング変わるんだね。申し訳ない。本当、Windows アップデート、こういうところはやめてほしいな。よし、これでいいか。30個ぐらいいるから。あ、また、10個ぐらいいりますね。今日完全に、石掘りで終わってしまいました。
よし。そんなに始める頃にはいらない資源だと思っていたんですよ。これも結局使いますね。よしよし。これでいいかな。あと3個。よし、これで足りる。お前は邪魔するな。よし。30個作っちゃえ。よしと。これで。その後は、アイテム作って、これで数足りるんじゃないですか。あとガラスかよ。多分コーツがあったはず。ガラスガラス。で、いらないのは、これで十分だろう。枝も入れちゃおう。そして、ガラスを加工しようか。1、2、3、4、5、6、7、8、 OK。 これで宿を建てます。やっと建てるやつ。なんでこの半端ない資源の入り方は。そしてそれを配置。どっか町の入り口くらいでいいかな。あれ、ここには建てないんだ。どこに建てればいいの。あー、ちょっと広くて。だとしたらこの辺りがいいかな。よし、ここがこの辺りにしよう。ちょっと空間がもったいないんだよね。やっぱ入り口で建てたいね。でも入り口はダメでーすとブーブーと言ってるし。じゃあここにしよう。微妙だな、そこは。じゃあもう、あ、ここにしよう。ちょっと焦点、そうだな、ここは、焦点を並びたいし、じゃあ、こっちにしようかな。よし、このぐらいで、バーンと。よし、できた。まあね、疲れたし、休むのもいいんですけどね。なんか買えるはずなんだよね。あ、やっとまともな食べ物が買えるようになった。人参サラダはいいです。もう毎日食べてます。メイクアイテムス、あ、ここで材料として食べ物、あ、布は、ここで布を作るんだ。まあ特に今はいらないかな。よし、宿ってこういう工事になってるんだ。これは何だろうか。ちょっと待って。どうやって上に行ってるのこれ。不思議な工場にワープしますね。次は、あれこっちの、あ、縦何枚いるんだっけ。スティアコア。じゃあ、それはチョンを通じて、
コーチとか。ああ、もう嫌だ、嫌じゃ。宝石をたくさん掘らなきゃダメですね。じゃあ、いらないもんしまっとこう。いいと、まだいらない。丸太もいらない。もう食べ物と鉱石以外全部いらない。だとすると、レンガもいらない。やるやるもう、後部に、そして、木こりに、そして釣りもしなきゃダメだし、なんで石の中から鍵が出てくるんだよ。この辺りに石がたくさんあったんですよ。鉱石とか。はい。おお。いやー、めんどくさいな、こいつら。いや、後で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 。今暇じゃないから、後で。相手するから。あとだよー。今忙しいよ。主人公の体力もどうしようんだこれ。でも交通の場合はあれガラスの材料は反対側だね。あーめんどくさい。距離が遠すぎる。体力も切れるしな。今回は鉄鉱石とコーパーこれ。高等石器だっけ。これを取らないと。ああそろそろあと1回1回2回くらいで、ああ体力切れそうだな。この上に確かたくさん取れる場所があったんですよ。そこに行く前に体力切れるね、これ。ふぅ、やばい。止めー。おいっちゃ。この辺り止めないか。おいっちゃ。二段ジャンプ。オッケー。え、それじゃなくて。よし、たくさん落ちてるね。スタジオバーレルのどの場所だっけ？確か右上のマップのところに、こうやってたくさん拾うところがあったんですよね。でそこが大切で、資源拾わなくても。ここは好きなの点が、そこと違って、資源豊富なのはいいんですね。まあ、それは体力もいるんだけど。作るものもめちゃくちゃ美味しい。あと2つぐらい掘ったらもう体力切れるかな、これ。あと1回が限界ですな。ダメじゃあ、もう家に戻らないと。いやーもう、納期守れるかな、これもう。中小企業の立場が理解できるところですね。はぁ、寝よう。明日また鉱石を取ろう。はぁ、地獄がまた始まった。走ろう走ろう。どんどんもスライムを食べながら。豚なんて用がないよ。あれ鉱石だけ掘ればいいから。忙しい。あれこっちじゃなかったっけ。ああ、南に来ていたのか。ふいっ、ふいっと。よし、ここで当てるね。
あー、また食べ物か。やっぱ辛いもの肉なんじゃそんなに役には立たないですね。ないよりましたけど、多分そろそろ切れるかな。消えた。あと豚の生肉を食うしかないって、うー怖い。現実したら病気になるかも知らないレベルですよね、豚の生肉で。よし、これで OKOK。 ああ、もう生肉食うしかないですね。どうしよっか。確か、灰色の石2枚に、空飛んだ。あ、いけないかよ。見えない壁が。取ろう取ろう。よしよし、もう少しやり詰めればいいか。よしと、あ、もうすぐ切れちゃうな、これ。蓋変わるしかないか、もう。食べ物買ってもいいんですけどね、効率よく生産活動ができるから。ああ、降りちゃったよ。上にあったな。これで一旦足りるかな。あ、ここで見た方がいいか。よし、これで十分。一回帰りましょう。家に帰ろう。でもさすがこれ一人でやるのは多分どんどん難しくなりそうですね。後ろに行けば行くほど。マルチができればな。よし、ちょ、任した。鉄板を10枚だっけな。あ、ビジネスマンか。サブキをこなせないとまだダメという話ですね。でもこいつな、何言えるんだっけ。鉄板を作らなきゃダメなんですけどね。ビジネスレベルを上げないと。お金もないしな。多分長時間かな。ああ、こっちのイベントは進めそうですね。アイニードオルガニ、オルガナイズ some recipes now. You can help me ask Aunt Susan where she studies cooking before, so I can sort out a set of recipes. Stop horse. Okay, go and ask. なんか、新しいレシピとか学びそうですね。来たよ、スーザンさん。How are you still short? You needed. いや、たぶんセットはいくら食べるか。っていうか、字幕切れてるし、後ろに。食べるものと背は関係ないよと言ったんだけどね。
横に伸びる人もいるし。Once the ship came down recently, he said, "Want to teach you some recipes?" ああ、そうですよ。俺も聞きました。私なんか新しいレシピを教えたいと。How could you think my food is a regularity? It's breaking my heart. But for the happiness of you and town, I'm willing to run new dishes. なるほど。なんかいろんな、まあ、食べ物がちょっと、種類が少ないみたいな感じで、まあ、心が割れそうだとおばさん言ってますね。もっと新しい料理を学びたいと。That's great. Where did you learn cooking before? He wants to customize your teaching plan for you. それすごいですね。以前にはどこで学びました？彼は、彼自身のあれ、スキルを新たに教えたいと。I once helped Ian King's kitchen when I was young. いや、この人若い時に王のキッチンで働いたと言いますね。And run a little cooking here. この辺りで少し学んで。Our chef was said to be best cook on the continent. これよく意味がわからないんですけど。で、まあ、彼女のシェイプは結構、まあ、それらしい。ああ。なんか、これ、介護されたみたいな感じかな。Oh, never thought you could ever in because amazing. I tell the chef now. なるほど、前、その、王様の城で働いたことをシェイプに伝えたいみたいですね。だとすると、またあの猫に行かないと。うん。ね。王のキッチンのあれ、シェフとして働いたとか、ものすごいですね。もう、この街に存在すべての、ね、人たちがもう全部、すごい人ばかりですね。Oh, do you are back? Have you helped me ask Aunt Susan? まあ、確かにね、彼女は、うん、ちょっと解釈が難しい気もするんですけど、スーザンから助けるように言われたよな。I've asked Aunt Susan is also amazing. She once stayed in kitchen abroad. まあ彼女もすごい存在ですね。I know it's her whispering. なんだ。いや、それ、小さい子で言う必要はないだろう。What did you say? お前何言ってるんだ ?Oh, nothing. I just came up with what the recipe is to teach her. いや、なんでもないよ。ただ、彼女に新しいレシピを教えるみたいですね。Nothing for trouble. I go to write the recipe now. こいつ何か隠してるね。Alright, hard for you.いいね。お疲れみたいな感じかな。特にイベントを進めるとこうやってやっていった方が、そうですね。まだサブ来ないし。立っては作ったけど、まだビジネスレベル上げないと。どんどんクエストをこなしていかないと何も作れないですね。さあ、今日はどうしようかな。体力は残ってるし。スーザンさんは何かイベント来れないかな。ないですね、特に。税金取れるかな。よし、取れますね。こうやって取ったくないと、あっとあと痛い目に遭いそうで。よし。やっぱこれクリカちょっとうまくできないね。花が邪魔してるのか。いいなぁ。おばさんがまだ税金取れるかな。
お母さん、お母さんじゃない。税金ください。おお。よし、こうやって集めとこう。ジョージからも税金取りたいんですけど。こいつは大した装備は打ってないし。大したものはないですね。あくまでアイテムを作るためなんですけど。鉄板を作れるレベルじゃないんで、これはまた問題だ。さあ、今日どうしようかな。何か作れるものあったっけ？これ何？もう右が切れててわからないんですけど。多分これは何枚いるのかな。これ何？ん？何だろうこれ。病院かな。病院ではなさそうな気も。で、あとは、あと1枚ですね。宝石商もいるし。畑、あ、そう、噴水作ってみようかな。レンガと板だけで作れる。レンガ、レンガ張った。板を出して。まあ、せっかくだし、いろいろアイテムも保証としてもらったし、作ってみますか。これも作ってみよう。ベンチ。イエー。よし、これで作って配置してみますか。あ、そうだ。花とかもらったから、それも配置してみよう。いやーこれ、無駄に多めにもらったな。イベントの保証としてもらったんですけど。わ、この、全部配置しなくてダメなんか。楽しくはあるか。数めちゃくちゃ多いね。これ全部入れって感じ。やばい。多分このゲーム作った糸、花とか木とか好きみたいですね。どっちに置こうかな。このあたりかな。おい。じゃあ、どうしようかな。これから先に溶けたいんだけど、この場所に置いたから溶けないんですね。もうこの場所に固定されてしまうんだ。前、噴水ない時にこれ作ってしまったんですけどね。だとしたら、入り口ぐらいに置いとくか。街のシンボルみたいな感じで。そこに、バーンと。もう花だらけや。真ん中の花で埋めちゃおう。この辺りに。やばいね、この数。多分これで環境も良くなるらしいんですけど、シムシティみたいに。もうひどいなこれ。よし、ベンチも置かなくダメだし、もう電池もこの辺りに。ここはいいかな。バン。結構乱雑なところですね。よし、いいね。ここもつけちゃう。悪くない。悪くない。悪くないけどな、確かに。
お、サブミッション来た。よし、何か来たかな。シンプルランス。石とパンボード。鉄板がまだでしたってないんだね。よし、鉱石とかたくさんあるし、これ作ってサブ系できるものをやっちゃいますね。そして板もいる。板は？うん、こいつの板。しないなにいるだけ。と、瓶か。鉄板はダメなんだから、今できるのはこっちだけですね。瓶と石鹸。あと、これ10個で。あ、5個だったか。間違って多めに作っちゃった。まあいい、後で使うから。そう。石鹸ですね。枝もいるんだっけ？枝はまあたくさんあるね。うん、いらない瓶は閉めとこう。数を5個だけあればいいか。だから40個だけを落とせば、よし、これより何個だっけ、もうすぐ忘れちゃうんだね。ソープ、あ、ソープは多分花がいない。プレックス、このプレックスが何かよくわかんないんですけど、そういう材料かな。フラワー、プレックス、ここいないんだっけ。たくさん入れると言ったじゃない。ああ、そんなに数なかったか。そして、そう、油を作って、あ、ちょうどよかった、これで OK。オッケーじゃないよ、これだけじゃないよね。10個もいる。枝はあるから、花とか、たくさん取り出すか、もはや。ずっとこのゲーム始めて生産ばっかやってる気がしますね。スライム食料です。切らない。いただく。よし、食料だー。よしと、死んで私の食べ物になる。やっと材料集めたと思ったら、レベルが足りないと悲惨さ。よし、こいつは。よし、このぐらい狩ればいいかな。邪魔さえしなければ。うわ、納品。納品、早く納品したい。ああ、すぐ腹が空いてしまう。一瞬で取れよ。ほい、おーい。お前、そんなにあの世に行きたいのか。
これで足りらず。あと油が4個ですね。1、2、あ、ちょっと間違えた。1、あ、ちょっと、ロープを作っちゃったよ。ロープはいらないね。パイン。あとで。ガラスの瓶が作っちゃったからいらない。し、ああ、ちょっと待って。種も使わない、まだ、しばらくは。で、フラワーでそこに合わせれば、石鹸が作れますね。油が4つ。そして、石鹸が4つ作って、何が20個だっけ？あ、石鹸。全然足りんわ。あと5個だ。石鹸、1、2、3。花全然足りんね。花があと20個ぐらい。やっぱこれ畑作った方がいいんですね。でも、畑ものすごい資源を消費するんで、それが負担に。花はどこじゃ？ここだ。あんまりないですね。おーおーおお。よしよし、これだ。あと一つくらい。もうできる取っちゃうからさ、もう。それでは石鹸がかかった5枚だね。1、2、3。OK。これで多分納品ができるはず。主人公の顔があっという間に青色に。やっちゃやっちゃ。あ、そうだ。何を納品するだけ。あ、そう、枝だ、枝。枝が20個いりますね。枝を20個。OK。で、これは納品しちゃう。ふぅ、厳しい。イリュの売ってる商店が必要だと言われてるんですが、あれ、イリュまだ作ってないし、鉄板が欲しい。で、まだそんなにレベル高くなってないし。仕方ないしね、今日も寝よう。よし、これは達成したけど。よし、朝の食事でスライムを食べる。だとしたら、やっぱそろそろ畑立てようかな。もう厳しい。ふぅ。これまだビジネスレベル高く足りないんだよね。これどうやってあげるんだろう。これもしかして買って納品するしかないのか。で、新
作る、簡単な盾は作れるけど、この鉄板の作れる方法が、これ何？いや、鉄板の納品ができないんですよ、まだ。やばい。何か作らないと。何を作るかな、やっぱ。でもこれってなぁ。やっぱイベントを進めないとわからないですね。Well, the recipe are ready. I'm going to keep them and Susan. But now, there's a problem. ちょっとレシピを彼女に伝えたいみたいなんですけど、問題があるみたいですね。It's awesome. Are there any other problem? いや、それはいいんだけど、なんか問題ある。The case is like this. There is no fresh fish in the town. また、つってこいやった話なんだろうね、これ。新鮮な魚ないと。まあ、冷蔵庫もないだしな。Can you help us catch five fresh fish? 新鮮な魚を5匹釣ってこいと。I need to use these five fish to teach Susan's cooking. なるほど。Susan に新しいレシピを教えるために魚がいると。No problem. Leave it to me. お前、もうこの主人公に対して、いろいろ突っ込みたいところ多いですが、まあやるしかないでしょ。5匹釣ってきます。まあそう、遠くもないしな。よし。OK。来た来た。どっちだ。あっちまで行くか。おお、今回ちょっと動きが激しいですな。おーおーおー。お、オッケー。次、5匹釣らないとな。お、おお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 およし。あと3匹。てか、またサーモンかよ。お前らってサーモンどんだけ好きなんだよ。5匹、もう全部5匹をサーモンで埋めなきゃダメですね。ああ。おー、やるよ。ほうほう。あと2匹ですな。とっとっとっと。ほう。ん？ほう。あと1匹です。動きが前より少し派手になりましたね。よし、あと1匹足りない。おお、来た来た。だなー。よし。これで、クエストコンプリート。帰ろう。石が私の邪魔をするね。はいはい、ジョージ、釣ってきたよ。魚、魚。Here you are. Thank you so much. I go to see Susan April. I make fried fish.おお、サーモン揚げですか。美味しそうだな。さて、どうなってる。
なるほど。これまた明日にやってみないとわからないな。Great having permission. 何度ね、これ何で見せたの ?Well, the proper timing. I'm working on new dish. Want to have test? おお、味見してくれよと。いや、いいよ。俺、唐揚げ好きなんだから。But I still lack a few ingredients. I have to find them. 何がまだ足りないんだい?いいよ。Alright, I'll wait for... ね、これ。ingredients. あ、ingredients って何という意味だっけ?マシュマロさ、キノコですか?そういえば前にキノコ取った覚えが?あ、5個手に入ったな。あと5個入れますね。うん。まあ、釣るしかないですね。本当お疲れだよ、もう。確かキノコって、こっちじゃないんだっけ?向こうか。ああ、ちょうどこっちあったな。1、2、3。で、これで足りるはずよ。よし、足りた。戻ろう。早くそして、ローミックか。豚を狩らないと。あと、豚とか育てることできるかな、このゲーム。まだそれほどのレベルになってないんで分からないんですけど。私も食べながらやらないと。こっち、こっち来いや、豚やもん。体力消耗激しいですね。よし。ほい、いいね。ふぅ、ちょっと回復しよう。ふぅ、すっちょっと集めないと回復したらまた。いやー、また食べなきゃダメなんだな。仕方ないな。ちょっとやっといて食べ物買ってこないと。パンを買いますよ。よし、これで、OK。いや、それでいいんですかね。特にいらないんでいいです。豚肉食べながらやると思ったんですけど、無理でしたね。よし、これでいける。やっぱ人間が食べないとダメなんですよ。うん、やっぱ生もんよりは長くいきますね。よし、どんどん買っていこう。いや、効率がもう半端ない。宿屋建ててよかったですね、いろいろ。うふ、いいね。これで帰ろう。よし。なるほどね。ジョージ持ってきたよ。そこで話しかければいいじゃん。The weather is great today. Have you found the ingredients I want? まあ、お前が望むもの全部持ってきたから、さっさと作れよ。Great, but this is the race, almost the central spice court. I
Not a quite sure. What is it? Can you help me ask Susan whether she knows that? スパイスが足りないと。それをスーザンに聞いてくれて。お前が行けよ。行くけどよ。You wrote Wild Rush. Anything I can help you? Help with? なんか、なんでそんなに忙しいってのか。何か手伝うことはないと言ってますね。ちょっと字幕切れてから何の話か分からなくなるんですけど、それやむ勘弁してほしいな。まあまだ開発をしたから仕方ないか。This is, なんかわかんないけど、mentioned before is developing a dish, red spice called passion. ん？ペッションフルーツのペッションかな？ I want to ask you help that. ならそれがいるのか。This kid are now running away after the theft. And instead coming to ask things from owner.ん？え？ What's the disease still your stop? あいつ普通のセーフだと思ったら泥棒だったのか。Hey, right, right. I was the one my respect yesterday, and I was just looking for it. I know he stole it when you mentioned. ほー？この野郎。このおばさんの話が前だとしたら、私は猫に騙されたという話かい？ This is special spice is your recipe. おう、これはあなたのレシピですか？ It's sure. My husband invented this. なるほど。このおばさんの旦那さんがこの料理を開発したと。I accompanyedhim into your royal kitchen and watched him become a chef in the end. ほう。And then we had Emma. Emma って何？ She liked heat. ああ、そういう人がいたって話か。She liked heat still the most. 彼女は、ちょっと待ってよ。あの旦那さん不倫の話ですか？もしかして。He was a very kind person. We often stole ingredients from the kitchen and sent them to the slum in the city. なるほど。この旦那さんが人よしで、王のキッチンからその食材を盗み出して、その、で、スラム街にそれを送ったと。But stealing royal things was a capital crime. まあそれは犯罪だろうね。We were discovered and he was sentenced to death. He gave me the... その後ろは何だろう。まあ捕まって処刑になったみたいですね。おい、凄ましい話するんだよ。で、フィッションじゃない。Actually, the quiet shepherd.To recurring the family to eat and enjoy this meal together. But after the incident, my family no longer has this spice anymore. そうだね。つまり、みんなで食べる必要があるんだが、その事故というか、旦那さんがやらしかしたことで、そのスパイスが存在しなくなった。つまり旦那さんがそれ持っていたって話かな。I see this damn cat. I let him return your husband belongs right now. なるほど、その過程で、あの、猫が、ジョージとやつが、彼女から何かを盗んだみたいですね。Thank you so much, my sweet friend.本当の話かまだ確信はできないんですが。はい、ジョージ。What's on earth is? What the perfect timing? ちょっと待って。
What? Go ahead. I wait for your news. ん？こいつなんかごまかそうとしてるような気が。は？こいつ怪しいですね。You're very rush. What are you? ん？ちょっとだね。前と同じ話してますね。え、これバグかな？で、やっと長寿に話しかけるようになるのか？は？あ、え？待って。はあ、また肉とキノコを集めないと。厳しいな、おい。まあ集めるけどよ。一体あの二人に何があったのか。翻訳の問題か、私が理解できないだけなのか。理解できませんね、完全には。よし、一応肉集めよう。よし、すぐスタミナ切れるね。よし、とあと3個かな。おい、肉をくれよ。お金などいらないから、肉肉。ちょっと回復しないと。めっちゃついてくるね。ふう。もう少し回復しましょう。さっき私確か常人に材料渡したんですけどね、あいつそれ盗んだって話か。ああ、もう。どうなってるんだこの町の住民たちは。よし、 OK、 これでいこう。よし、答えろ、お前の肉よこせ。ああ、もう肉を落とさないですね。ああ、やっと落とした。あと一匹狩ればいいかな。見えない、見えない。全く見えない。よし、あと一個か。ああ、一応足りたかな。こいつ削ったから、買っておきましょう。よし、いいね。よし、キノコ取りに行こう。ちょっと距離あるけど。あそこの森だよね、確か。ふぅ、二段ジャンプ。あー、また体力が。これだけでちょっと足りないね。あと何個だな。あと4個か。めちゃくちゃ多いスライム。もうスライムからもらうアイテムだけでは回復が追いつかないですね。ここはいけない。じゃあそこか。また遠い距離行かなくなるか。ちょっとマップを見てると、ちょっと待って。
でかいマップで見よう。キノコは、あ、ここではわからないですね。もう走り回るしかない。イエーイ、いっちゃいっちゃい。あ、この辺りあるのか。ふ、あー、もうどうでもいいんだが、こいつらもう雑魚以下のレベルなんで。最初はこいつらだけでも苦労しましたね。あー、もうダメだ、無限湧きだ。もうこのぐらい買ったらいいだろ。よし。またザイロナイトいたらあいつもぶっ刺すよ。はい、I see. Don't look at me like that. ああ、気づいてるんだ、こいつ。早いね。そんな目で見ないで。So the husband was a great cook. I go and return the ship of belongings.And you should apologize to Susan. Susan に謝れよ、クソだね。Of course, I know this kind of things. Rest assured. I just go this is done. But it's not for you. I need to give Susan is an apology gift. なるほど。これ、スーザンのためのギフトだって言ってるんだけど。もっと深い話を聞きたいんだね。こいつとスーザンの間何かあったに違いない。よし。ミッションコンプリート。スーザン。まあ、パンはそんなにいらないから明日までは持ちそうだし。納品か。お、また長寿のところ出てきましたね。また何をやらかすの？ティアラフォイ。こいつらとも仲良くなりましたね。How can I help you ask Susan? Great, but this is Red's spy. さっき言ったじゃん、お前。ああ、そっか、一応和解したから、スーザンからもらえんと。は？は？全く同じ話を聞きましたけど、これどうなったの？ああ、これ日にちを経たないと進めないみたいですね。さあ、どうしようかな。納品できるものは特にないし。もう鉄板が必要なレベルまで来たんで。今日はこれで寝ようかな。よし、これで OK。これで新しいとこ、ミッションが出てくるじゃん。I'm going to continue my journey and I hear the set store here.It should be able to make my cooking skills work. ここの悲しい話、多分俺がやらなきゃならない。都市をでかくして、死を支援しないとならない、それか。うん。うん、なるほど。お前のクッキンの調理力で。役に立つという話か。Once to leave after running, how to cook?離れてどうやって料理を学ぶのか。What? I need to continue my travel to improve my cooking skill. だからこいつは離れたいと言ってるみたいですね。というか隣にエンマ来てるし、すでに。I hope you can stay. After all, the town breaks of yourself.
まあいろいろあったんですけど、結局孤立の力がいるという話ですね。But I need to travel more place and reach my recipe。 孤立はもっとレシピ、自分のレ、なんていうか料理を完成したいと思ってますね。多分 there かな。There are often various adventures coming here. You can ask them for recipe. Much better than running around. なるほど。走り回るより、ここに冒険者たくさん来るから、そこでお前のレシピを完成させる方法で行けばいいんじゃないの感じで。In fact, this can do. なるほど。まあ、それは確かだったらしいですね。I'm also a bit tired to running and you have Susan here. まあ、スーザンのこともあって、まあ、走り前のこいつも疲れたという。I can exchange cooking skill with her. なるほど。自分のクッキングスキルを兼ねずと改善していきたいと言ってますね。Right. So you should stay. そう、あなたは、ここに泊まってもいいよ。確かに。Alright. Do you have a place where I can roam?一応家が空いてると思うんですけど。ちょっと待って。こいつの料理屋も作らなきゃだし、一応家も建てますか。じゃあそれのためには、家はもうすでに、どこに入ってんだこいつ。どの家に入ってるか分かります？そっちかな。多分結構空いてるんですから、どのあたりに。これがスーちゃんの家。同じ猫じゃないけど、とにかく隣のジョージの家ですね、ここは。はい、ジョージ、殴ってもいい？ Very ambitious. Don't you want to bring some moo? お前は牛か。ステープレートが欲しいんだけど、鉄板がどうやって手に入ればいいんだろう。そうだね、取引をしてみたら。このぐらいの金あるし。いや、それはいいんだよね。なんか間違ったらそうやばい人だし。税金よこせ。そして、ここでこれを販売できるね。これはいいとして。鉄板が欲しいよな。まだレベルが足りないか。まあ一応税金拾いましょう。これビジネスレベルでどうやって上げるんだろう。はい、おかんじゃない。おばはん。なんか作れるかな。テントか。まあ、それはいらないんですけど。そうなると、何か進めないか。これ厳しいですね。作りたいんだよね。ビジネスレベルが足りない。こいつは、こいつ、多分毒だろう。
微妙だな。エンマのところ進んでみようか。あ、ヘロー。Are you within the little world? 伝説的な。ほう、How do you know? え、あんたなぜ俺を知ってるんだ。I'm Susan's niece. スーザンのいとこかな。I often hear her mention you. Say you are a very good person. Often helping her. まあいろいろあったしな。彼女を助けたりしたんだよ、スーザンを。Oh, so Susan's niece is you. You are much prettier than your aunt. ほう。それ褒めてるのか。もっと可愛いと言ってるよな。Thank you, actually. And Susan, just a little pet. ひどいこと言ってるな、この女。Due to her love for eating. まあ、確かに、スーザンは食べるの好きで太ってますよ。それを、彼女を知ってる人の前に言うな。She was also a beauty when she was young. まあ一応、まあ確かに彼女も若い時には美しいそういう顔だったんでしょうね。She was thin? そう、あのおばさんも痩せてる時があったんで、あ、こういうこと言っちゃダメなんじゃないか。Of course, let's stop talking about these gossips. そう、こんなくだらない話やめちゃおう。By the way, they say here quite arrive these days. I was here to see Aunt Susan, but my necklace was just as I came here. なら、後ろのざっと翻訳的な、前は確か、スーザンが見たやつを、後ろに。What's happened? Was it stolen? なんか盗まれたのか ?Perhaps, a goblin head we are following me earlier? Maybe he stole it. あるゴブリンから何かを盗まれたと。ゴブリン、are there any pictures?Features? It's no different from other goblins. Tokchou wa nai to yanashi ka. Ja, doyatte tsukamau da yo, mou. This could be hard to find. Igaku, sore tatsuka... Aitsu ra zenbu karanake nararande to hanashi nan janai no, kore. Let me ask the adventurers. If they have...Seen your necklace. あのネックレスを首飾りをあれ盗まれたみたいですね。はあ、もう借り回しかないね。なんてことを。いや、こいつら数何匹いると思ってるんだお前は。あるしかないでしょうね。特徴もないというなら、う目に留まるやつは全部買うしかない。俺は越した来い。集まって来いや。かなるべくまとめて一気に絡むと。よし。こっちに来い、早く。よし、もう少しで。あー、すぐ。体力が。よしよし、こっちに来い。
よし。ゴブリンが何匹になると思ってるんだ、あの女は。ゴブリンに盗まれたから首飾りに戻してこいと、はあ、なんてことをやらせるんだお前は。ああもう体力ない、スタミナが足りない。ふう、火薬が追いつかないけど。あーやばいやばい、早く回復して。うん、うん、もう少し。ふう、ああたぶん今までのミッションの難易度で一番高いかもしれないけど。もう少し回復。わあ、狩るのこんなに大変なのに。体力ない。ふう、ちょっと休ませて。さすがこの火山灰。早く回復回復。戦闘で体力減らないことはなくて、あ、体力はもう減らなくていいんですけど、さすがにこの何十匹もなるのを買うのは厳しいよ、ほんと。あのおばさん、パンに何か入れたのか全然スタミナが減らないんですね。一匹は買って。ネックレスをどこで手に入れるんだよ、これも。もしかしたら多分ボスじゃないかな、これは。一般のモンスターはいくら来ても出てこないことによって。だとしたらやばいね。まあ火薬はまだ残ってるしできなくはないんですけど、行ってみようか、ボスモップのところ。
だとすると、ああ下か、うん、あそこまで行ってみる。相手にならないと思うけどね。やばかったらすぐ逃げよう。あ、全然効きませんね。逃げよう。ダメだこれ。ボスの護衛段階でもダメですね。これどうやって手に入ればいいんだ。もう無理だ無理、これ勝てない。多分ボスモップに合ってると思うんだよね。新しい装備が手に入らなくて、これは厳しい。円盤はダメ。そうだな。進めるところを全部進めてみたか。なんかヒントくれ。そうか。ゴブリンの話だけ気にしていたんだけど、なんか冒険者に聞き取りをしてくれたんですか。それならまあできるんだろう。確か冒険者がこの辺りにたくさんいるんだよね。わざわざ BG してるよ。I'm looking for break. Oh, fuck! ああ、くそったれスライムみんな死ね。話しかけさせてくれ。What's up, I'm busy? I'm looking for breakfast. Probably stolen by goblin. ゴブリン盗まれたネックレスを探してるんだよ。ネックレス I heard someone found one. How about you go ask others? なるほど、他の奴らに聞いてみたら。わかったよ。ありがとう。こいつは？なるほど、見てない。隣のちょっとレベル高そうな人は ?I'm here for some of the message. 私はこいつ今日冒険を探してきた。I want to buy some items. まあ、それ違うだろうね。設計図をここから手に入ること、入れることできるんだ。バイバイ。探すのはレベル1ののみか。Necklace I want to sell Goblin. Beautiful necklace. Oh, 一匹はそれ持ってるんだ。But he was a very tame. Running away up my sight. すぐ逃げた。You can look for Goblin to retrieve the necklace. なるほど。すぐバレそうなそういう形をしてますね、多分。Alright, thank you. 特徴がわかりましたね。私が盗みましたというネックレスを首に飾ってるやつか。よし、これエンマ一切にこう。エンマ取り調べしてきたよ。How's it going? Found my necklace? ネックレス探したの？なるほど。一応、行かなきゃダメか。どっちだよ、誰が持てる。おそらくすぐ分かる形をしているやつですね。多分アサシンではなさそうな気がする。だとしたら鉱山で行ったり来たりしてるやつから。よし、
どっちにいる？そいつは。首飾りをしているゴブリン。ゴブリンマイナー。ん？ボスか。でもこいつは首飾りしてないね。どっかにいるだろうね。誰だ？ゴブリン前のゴブリン前の違う。こいつらではない。箱に入ってるとか？木がないんでーす。こいつらは違うね。普通のゴブリンだ。見つからないね。仕方ないの。今日ここまでするか。はい、エンマの首飾りを盗んだゴブリンは探すことはできませんでしたが、ビジネスレベル2に上げる方法も私知りたいし、あんまり進めなそうなんで、今日はここで放送を終了しようと思います。ご視聴ありがとうございました。またお会いいたしましょう。Thanks for watching. See you next time. Bye bye.